こっから入れる保険はなさそうですね。嫌なことがあっても、苦しいことをされても、ただやり返すのはかっこ悪いことだよ。実はきちんとお話をするのさ。その人がお話しする？ウルノーガと勇者はもういない。この世界、我のもの。お母さん絶対話し合い無理やって。握手とかしてくれへんってこいつ。所詮この世は弱肉強食だ。荷物を返しておき返してほしければ力ずくで取り返しやがれ。こんなこと言ってんのボコボコしたんかも。ただのチンプラやんけ。ゴロつきが。話は聞かせてもらったぜ旦那。あんたと出会って目が覚めた。俺たち自分を見つめ直したいんだ。あんたの旅に同行させてくれ。いやでもいいものをあげる。一人一本ずつ手に持ってちょうだい。なんじゃこれ。みんなとっても似合うわ。失礼を承知でお願いします。サーカスですけど、はい、行きましょうか。それは本業ですから。それ早速なんですが、サーカスにいてもらう以外に、渋谷さんにお願いがあるっす。団長の計画通り公演を盛り上げるために 人を元気にできそうな男の人をあと2人サーカスに使う。後ろにいるけどな。4人呼んで後ろに。あれどう、あれあれダメ。今体重が落ちて苦しんでる人たちを悩みを解決できたらと思ってこんな手で街を訪ねてる回ってるんだ。まあ誘いますか。俺をサーカスの助っ人に人を楽しませるってのも悪くないが、あいにく俺にも、占い師としての務めがある。そうなんだったらこの玉で決めよう。今から俺はこの赤青黄の玉一つに魂を込めて強くあんたに思い浮かべる。あんたは俺が思い浮かべてる玉の色をズバリやってくれ。はい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 、オーケー。なるほどね。それじゃあ準備いいか。俺の思い浮かべた魂の玉、その色をズバッと当ててみな。玉よ玉よ玉様よ、受け取り玉へ。この思い、赤く燃える炎のようなこの思い。オッケーオッケーオッケー。むずいなぁ。何色やろ。赤く燃え、炎のように燃え上がる赤く。何色やろ。お前それむずいなぁ。青かなぁ。いやでも青って炎の感じしないけど、黄色かなぁ。黄色が赤やろなぁ。わからんなぁ。赤。赤かな。おぉ赤や。だ。胎児が落ちたあの日から、笑顔を失った愛しのあの子を笑わせるために僕は太鼓の練習をし続けなきゃダメなんだよ。お前なんか機械化してるやん。まあ誰かの笑顔のために頑張るなんてとっても素敵だわ。ね、私にあなたの笑顔、あなたのお手伝いをさせて、そしてもしその子を笑顔にできたらサーカスの公演に参加してくれないかしら。お、本当かい？もちろんいいさ。あの子の笑顔が見られるんだなら、僕は助っ人だって何だってするよ。愛しのあの子は肌が白くて通った、鼻筋、しなやかな、脚線美、それに羽の衣装が最高に合ってるんだ。近頃あの子は町の北西で休んでるはず。はいはいはい、これか。これ、私のことを好きな人がいる。あの太鼓を叩いてる兵士さんが。うん、多分勘違いじゃないかな。私あの人と話したことあるけど、ちっともそんな感じじゃなかったわ。色白で話が通っていて、客美声なんかまるで町の北西にいるマーガレットみたい。でも彼女は無駄し、あ、マジか。こっちか。いや、ワンチャンこっちかあっちかどっちかなと思ったけど、こっちか。笑った笑ったぞ。愛しのマーガレットが笑った。ありがとうシルビアさんのおかげだよ。いいえ、みんなの力があったからこそよ。ね、サーカスの舞台に一緒に立ってもっと多くの人を笑顔にしてみる。お約束通り喜んで。オッケー。ん？そういえばマーガレットがお礼に素敵なものをくれたんだ。これはシルビアさんが受け取ってくれよ。何これ。いらねえ。バカかほんまに。馬の糞ってな、かぐわしい香りで。何またしとんじゃこいつ。帰ってきたあの人の神業を見逃しますよ。シルビアでよかったかもしれんな。世界回んの。こう思えば。ようこそ。お前すっげえ命綱なしでそれやってんの。バケモンやんお前。暗い世界に笑顔を届ける。そ
それぞれがそれぞれのことしとるわ。あのシルビアさん、あ、来るわ。これ絶対来るパターンや。オイラたちシルビアさんの元で修行して一人前の芸人になりたいんです。おいて、もっとサービスを盛り上げるためにも。わかった、いいだろう、思う存分。いや、いいですって、いいですって。止めてくださいよ。止めろ。止めろ。いらんねん。シルビアさん、こいつらを頼みます。いらん。何集まんねん。何集まってくんねん。シルビア流の修行は厳しいわよ。いらんて。ビッシバッシ。もう十分。覚悟なさいね、あなたたち。ありがとうございます。里に帰る途中、凶悪な重荷に襲われ、やっとの思いで入手した食料すべて奪われてしまったのだ。はあ、ははあ。なるほどね。おっす、ありがとう。オンリキル。ノートの戦いは、私も赴こう。力を合わせればやるのいらんねんけども。南側、オッケー。もういらないですよ、そんなに。え、ここサイクロプス出るようになったん。サイクロプスはさすがに無理やわ。もしかしてサイクロプスじゃないよね、敵ね。あ、君か。お前か。あ、もうちょっと嫌やな、サイクロプスは。サイクギガンテス、あれ？ギガンテス、あれ、あんたサイクロプスって名前じゃなかった。こうして息子と再び出会えたのはシルビアさん、あなたのおかげです。いえ、まあ。まあね、まあ、なんかくれへんかな。シルビア姉さんが通った道には次々と笑顔が咲いていく。まるで笑顔のパレードでゲスな。まあパレードも無料でできるわけじゃないのよね。うん、どのパレードも必要なのは笑顔、そしてみんなに笑顔を届けるのが旅芸人シルビアの役目よ。シルビアさん、おい、何人かおらんぞ。シルビア、お姉様、私にもお手伝いさせてちょうだい。映ってるって、お姉が映ってるって。でも何人かを逃げてないか。あれ、神父とさ、あの玉転がしみたいなやつ、俺逃げたくないか、いつの間にか。ん、親分さん、その喋り方。そうか、尊敬する人に一歩でも近づくために姉さんになりきるつもりでガスね。さすがは親分、いらん、いい考えだぜ。いらん。俺、いや、もういいその一緒に行くわ。おいら、私も。じゃあいらんで。ダル。あ、おったわ。右端におったわ。ダル、こいつら。連れてくるね。うざこいつら、なんか。全員一発ずつ殴りたいよ、これも。シルビアさん。いやー違う、意味がわからん。俺、もう得て、私も一緒に行く。もうキャパオーバーやって。